地震動を波形で示したグラフ。黒、東西道成分青、南北道成分赤、上下道成分地震工学における地震動とは、地震における地面の揺れ動きを言う。ある点における地震動は、工学的には、振動現象として取り扱われる。地震動は、地盤の振動であるが、地盤ごとに卓越周期と呼ばれる固有の周期が存在する。 地震動は、連続的な動きではなく、短い周期で動きを多数繰り返す振動である。繰り返しの振動の主要な部分は、地震を発生させている断層で加圧解放、加圧解放の過程が非常に短い周期で繰り返されることによって、生まれる。地震を発生させる断層では、地震を起こす際に面同士が強い力によってずれるが、ずれる面は、 岩盤や硬い土砂であるため滑らかではなく、ずれる面は、ごく微小地震でも数平方メートル、M9 以上の地震でおよそ1万平方キロメートルと、非常に広いため、ずれる速さは一定にはならず、場所によってずれる速さやずれやすさに、ばらつきが出るなどして、不均一な振動となる。発生した、地震動は、およそ3秒速7キロメートルで周囲に伝わっていく。 伝わる速さや伝わりやすさは振動の性質によって異なる。また、地盤の性質によっても地震動の伝わる速さや伝わりやすさは変わる。地震動が伝わる過程で弱まることを減衰、強まることを増幅ということが多い。地盤の性質や振動の性質によって地震動が干渉、合成され地震動の周期が変化したりすることがある。 これら振動としての性質は波動として考えることが多い。また、ベクトルである地震動を方向別にスカラーとして捉えた場合、上下動成分、南北動成分、東西動成分の3つに大分されることが多い。縦揺れ、横揺れといった特徴は地震波の差ではなく上下や東西南北といった地震動の方向の差によって生まれる。振動の性質によって 地上の揺れのパターンには一定の法則が生まれる。震源で発生した地震動は有限の速度をもって周囲に伝わる。その速さはおよそ3秒速7トルで音波の10から20倍も速いが高速度と比べれば5万から10万分の1にとどまる。ため地震が発生してから周囲の地表が揺れるまでには時間がかかり、その時間は震源から遠くなるほど 長くなる。この時間差を利用したシステムが、地震警報システムである。地震動のうち、周期が短く電波速度が秒速7トル前後と、速い P 波は、最初に到達してカタカタという、小さな揺れをもたらし、初期微動と呼ばれている。揺れが小さいのは、周期が非常に短く減衰が大きいためであり、震源に近いところではあまり減衰していない P 波によって、 地鳴りのような音が発生する。周期が比較的長く P 波の半分ほどの速度で伝播する S 波は初期微動の後に到達してガタガタという激しい揺れをもたらし主要動と呼ばれている。地震によって S 波の周期は異なり卓越する地震動の周期も変わるため被害の様子も変わってくる。また様々な周期を持ち周期によって速度が異なる表面波は 被害を起こすような周期の振動が S 波よりもやや遅れて到達する。表面波は減衰が少ないので遠くまで到達し、ゆらゆらという揺れを震源から数千キロメートル離れた地点でも発生させる。表面波と S 波到達後に続く P 波も主要道に含まれる。P 波と S 波の最初の到達時間の差を初期微動継続時間といい、 複数の離れた地点の地震計で得られた初期微動継続時間から震源の位置を推定する。地震動の電波速度は地盤によって変わるため実用的には地質調査によりあらかじめまとめておいた地震波の電波速度のデータを観測データと比較しながら計算を繰り返し詳細な震源の位置を決定する。周期別に地震動は6つに分けられる。 周期が長いほど減衰しにくく、長距離を長時間伝わる。また、地震動を伝える地盤が硬いほど、周期が短い地震動を伝えやすい。周期と被害の関係については、1980年代、頃から地震系の精度が向上したことを受けて、解明が進んだ。現在も研究が進み、防災の面から新たな発見も期待されている分野である。 建築物はその建材の剛性と高さによる固有の共振周波数を持ち、地震動の周期と共振して大きな被害をもたらすことがある。到達した地震動にどの周波数が卓越しているかによって、共振を受ける建造物の被害には差異が生じることになるが、大きな人的被害をもたらした地震動が発生した場合、その際に卓越した周波数を俗に、 キラーパルスと呼んでいる一般には合成が高く低層の建築物ほど強振周波数は高く高周波の多い直下型の地震で大きな被害を受けやすい。逆に剛性が低く高層の建築物ほど強振周波数が低くなり長い時間の長周期の地震動で被害を受けやすくなる。この長周期の地震動は減衰しにくく遠方まで到達し、 規模の大きな地震に多く含まれるが、近年スロースリップと呼ばれる現象でも発生することが明らかになっている。人に対して最大の影響を与える周波数は、椅子に座った状態で延長成分が4から8ヘルツ、水平成分が1から2ヘルツで55デシベルより勇敢となる。立っている状態では、より長周期に寝ている状態では、 より短周期の揺れを感じやすくなる。地震動を振幅の大きさや傾きで見た場合は変異、震度、速度、加速度などを用いる。変異は地震波の波形などから見ることができる振幅の大きさである。震度は地上における地震動の大きさを被害の程度を考慮して算出されるもの。速度は単純に地震動の速さを表す。 加速度は地震動の変化を表すもので、加速度が大きいほど激しい揺れとなる。ありがとうございます。